珍しくちゃんとしたお客さんが来てしまいました。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ようこそお願いします、お願いします、ご無沙汰しております。すごいご無沙汰です。本をいただいてしまいました。あ、そうですね、夏休みに行ったり。元気先生、いつぶりっすか？もう、え、3年経ってますね。そうですね、水たまり、あれぶりだったんだよ。めちゃくちゃ久しぶり。俺初めまして、ね、あ、そうですね、初めまして。お三人は、あの時もラボお邪魔したら、はい、デンジロ先生がちょっとこう座ってバーン。やばいな。いやね、これね、なんだっけ、首に輪ゴムつけられて、そう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 、バチンってやられて、痛くないんだよ、痛くないんだよって、あ、痛いだろこれはってみたいな感じで。痛いでしょ、痛いでしょ。いや、ものすごい。これが実験ですね。パチパチやられてます。楽しいと楽しい。なんか僕からあのなんか夏休み子供たちになんか楽しくなってもらえるの、こんなさなかなの で、うん、でね、なんか一緒にたくさんの方に見せれないかなと思って相談させてもらったんですけど、うん、お会いしていただいてありがとうございます。いや、まあ、お願いします。もすごい、うちのね、ドクターっていうのがいるんですけど、ドクターもいるんですけど、うん、ドクターも今冷や汗かいてますよ、多分。そうで、やばい、もうね、自分のポジションがまあ、いるんですよ、そういう科学の人が。フラクタルの。あ、そうです、そうです、白衣で遊びに。ドクター冷や汗ですよ。あの方もすごいですよね。アウトマットだから、いや、マットなんですか？マットです、マット、危険ですね、危険な。ちゃんとしてないに見えてちゃんとしてる人なんです、うん、逆に岡崎は初めてですか？岡崎初めてです、ね、おー、愛知県も初めて。愛知県、名古屋はよく。あ、名古屋は、そうですね、よくあれ来ますもんね、科学のショーとかで。あ、そうですね、アンジョも来ても知ってる。そうですね、ミカワンジョもよく来たりとか、来てって。でも、これ運んできたんですか？これね、今日ね、そう。先生、なんで、ね、なんで車で行きますって言ったから、先生、お金ないのかなと思ったんですけど。現場荷物だったね。新幹線にこれ積んでるの怖いよ。そうですよね。新幹線持ち込めないですからね。いや、絶対持ち込めないよ。何やるんだろう、あれ。何に使うと思う。でかくて。大概はね、あそこからなんか出てくるんでしょ。そうですね。大概液体窒素大体あれじゃない？そうね。そうですね。その可能性は。危ないって。すぐそういうことする。そう。いや、気持ちいい、冷めた、めっちゃ気持ちいい、ね、おぉ、すごい、すごい、すごい。そう、これまだバイバイできた俺ら。めちゃくちゃバイバイしたね。だからずっとできるね。科学者にね、液体窒素に対する恐怖ないからね、科学者に。なんか、おもちゃと思ってるもんね、なんか。よく使います。でもストロングゼロしか飲まないよね、俺。いや、そう。確かにね、一緒っすね。マイナー296ね。マイナー296ね。でも一回なんかその剣を、あ、剣じゃねえや、なんだっけ、凍らせてあーってやったら中割れるのかみたいなので、ね、やったよね、はい、あ、そうなんやったよね、うん、なんかすげえ小恥ずかしかったやつね。あ、氷系のキャラクターなりきってやったら恥ずかしいとこあるそう、ドクターでやりましたね。あー、うまくいきました。いや、まあ、小恥ずかしかった。小恥ずかしい思い出しか残ってないコントに重き置きすぎたね、あれ。コスプレ大失敗。修学動画ではなかった。そう、こうちっちゃい子はね、まあ自由研究あるかわかんないけどね、うん、自由研究が、ね、最大の課題ですから、うん、間違いない、ね、あれ重かったよ、重いんだよ、あれ重い、ね、ごめんね、元気先生、もうちょっとね早く出会ってれば俺もどんだけ楽だったかと思う。自由研究がね、もうちょっとどこじゃない、全部投げちゃうといいんだよ、投げちゃう、投げないで痛くして、多分あれ足りなくなっちゃうから逆にまとめる大変になっちゃうB氏早い、中学までやってやるね、だってあるある、中学からね、ね、あの本読んでもらえればすぐ、あ、これですね、これいただいて、これ本当に、いやでもこれちょっとレベル高いんじゃないですか。ちょっとね、あの8割くらい普通の人が真似できない。そうなんだ、全然これできない、勝負です。そう、確かにな、理解に入らない方が多い。そう、なんかあの理解度って書いてあるのは真似はできないけど、はいはいはい、原理的には理解できるよ。あー、初めはおすすめって、やおすすめ何年生って書いてたんですけど、はいはい、ほぼやったら、やけどしそうだなと思って。そう、危ない。でも、うん、読むだけでも面白い。うんうんうん、動画でも誰か危険物取ろうよ。え、お、こうしてガソスタリーバイト中に、なんで4しとるんだよ。給料上がるからね、給料上がるから。深夜バイト暑いから。なんで深夜のバイトすんだよ。給料高くて暇ならしいからね。暇ならしいからね。そう、1個面白いの、やばい、わあ、ほら、怖いやつだ、科学者の面白い、科学者すぐ面白いもん持ってきがち。安息鉱酸デナトリウム。おお、安息鉱酸。飲むんすか、死ぬ。これ、世界一苦い物質。へぇー、てつやくん、頑張ってください。てつやくん、僕ね、苦い効かないんですよ。あ、出た、確かに言ってたわ。そう、なんかめちゃくちゃ苦い、その苦虫茶みたいな、そのめちゃくちゃ濃くやっても、へぇ、なんかあんま食らわないというか。あ、確かに、てつやが苦って、ちょっと気になるね、いいかもしれない、苦いですね、そうなんですね、試したことない、ちょっとなんか、でも逆に誰か普通にガチな感じで一旦行ってみて。そうしましょう。じゃあ負けいきますか。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。
あー、一番リアクションできる男、一番大げさな男死ぬんじゃない？いや、そう、逃がしちゃう、オーバーリアクション薄いって逃がしはやばい。じゃあ、おばあちゃんの、え、怖い怖い、ちょっと待って、誰かやったことあるのこれ。これどんなもんかでさ、大丈夫なんですか？なんか、マジでちょっとの時一番怖くない？怖い。これあの、よく DS のカセットとか、はい、スイッチのカセットとかに子供が食べないようにして、あリカちゃん人形、そうそう、リカちゃん人形の靴とかに、うん、はいはいはい、ほんの少しだけで、でも割り箸の底に乗せるってさ、ね、あ、これ一番危険な量ですね。おばあちゃんの梅肉エキスみたいな、あの、あ、結晶みたいな結果、結晶みたいな見してそれは知らんよ。でも、ほんとにピント全く合わないけどね。わかんない、パッと見わかんない、透明になってるってやつね。はい、じゃあ、え、これをもう飲めるペラッと、ペラッと、いきます、せーの、意外と、あれ、あ、そんなじゃ、そんな、いや、意外そんな、あーえ、え、ズワーズワーズワー、ピッコロみたいなやつだ、ズワーズワー、やばい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 、そんな後か、苦い苦い、あれ水を飲んだ方がいいよ。そんなに、おお、これは苦いですね。しかもガムいる、俺の俺のガム、俺のガム、俺のガム食え、俺のガム食え、俺のガム食えた、お前こんだけ怖い、すごい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 、苦いだよね、ガムじゃないね、ガムじゃない、え、そうなんだ、すごい、逃がしそう、僕もあの料理大丈夫なのかなと思ってた、多分あと2時間くらい苦います、うん、すごっ、臭いは苦いはあるね、芝居の口が大変なんだいや、俺らも食らうからいいよ。まあでも哲也くんはね、聞かないということでね、見た上でちょっと長いんですよ、はい、今のやつの4倍はいけるんじゃないかというふうに言われてますけども、これ致死量が分かんないんですよね、致死量それは知ってて、そこだけはこれ、ここにワーニング警告って書いてある、ほんと自信があるもん、うん、まあね、じゃあぶっ倒せ、いや、やばい、そういうこと言うとさ、大丈夫、お前ならいける、確定した時に多分死んじゃっても、ああ、こんぐらい死ぬんですねって多分次の教訓でも大丈夫、マジですごいえ、やっぱ少し目にしておきますか、これ、ピリピリする、これいっちゃっていいやつ、そうですね、いや、やばいやばいやばい、それも梅肉エキスのせいです、これはちょっとさっきの 1.5 倍ぐらい、あ、結構すごい、多くなりましたね、さっきより多いですか、うん、やっぱ芝居と同じ量だとね、なんか癒やせがすごいな、もうちょっと多くします、もうちょっと多くしますか、おい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 、作ってもらってそのまま手でどういう感じなんだ、それやばい、それはやばい、それ死んじゃうやつ、それくらいでギリギリかもしれない、こんなもんでギリギリで、ギリギリで出ます。確かに分かんない。ギリギリのギリギリだ。世界最強苦い物質のギリギリいただきます。はい。死んだら、あ、じゃあ今世界で一番苦いんだ今哲也が。いただきます。死んだらおもろいな。でも効かないからな。最初は大丈夫。まあ今多分最初の段階。あれ？え、でも苦いよ。あれ？ああ。人間変わった。あれ？いや苦い。なるほど。おお。すごいわ。あ、でも逃げえなこんなんだ ねこの差がでも、あ、でも奥にすくう、あー、危ないな、すごくない、すくうね、これすごい、来た、あ、巣作ったあー、苦いが巣作った、あ、苦いの巣が、あー、舌が消えたあれ、消えた、すごい、舌が消えた、え、緑じゃない、緑じゃない、いや、もう汚い黄色です、汚い黄色って言わないで、キノコ生えるダメだろ、嫌ですか、来た、これ嫌だね、あー、嫌だ、あー、負けてるな、あー、あー、すげえ嫌だ、いや、しかもなんか唾飲めば飲むほどくる、へえ、辛いね、苦味残るんだ、世界中の虫を食ってる感じ全部ね、相当にこれ、世界最強甘い物質、あー、哲也さん、これは、あ、じゃあこれで、哲也これで、あの、打ち消せるから、苦味と甘いで、苦味消してください、砂糖の600倍甘いやつ、やばい、もう甘くないんじゃない、それもいや、これフラクタルでも出るよね、あっけー、甘いなんか言ってたっけ、流されたことある、フラクタル行った時に、でも、甘いよ、だってこれ苦いもん、めっちゃ甘く感じて、お前プロロース、あ、そうだね、5万円くらいしますね、プレディオン、まあ、スクラロースってやつ、実はでも甘いものも高いものも大好きなんで、多分ね、すごく好みに合うと思います、薄くなくてもいいかもしれないけど、まあまあ一応ね、超える量、どのくらいか、いただきます、歯全部飛びちゃう、歯全部なかっちゃう、あめあ、苦いが、お、苦いが消えてった、消える、すごマジで
ちょっとちょっと、あ、でもやばい、消えそう消えそう消えそう。苦いのは強いんだ。あ、苦いの、え、すごいすごいすごい、甘えぐらいなんだ。あ、これはね、嫌な気持ちにないよ。へぇ、あ、ありがとうございます。あ、こんぐらい、こんぐらいがいい。そんなもんよ。おいしい。まあ、甘いなぁ。おいしい。おいしいんだ。奥に苦いがやっぱり渋い感じなのかな。甘い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 の。やば。大事だ。大事だ。やばい。やばいのね。やばい。水飲むと水も全部甘くなる。すごい。あ、でも中和されてマシになりました。そうですね。あ、中和ちょうどくらいの。ちょっとまだ苦いな。味覚ぶっ壊すことできるねこれ。うん。え、すごい気になった。砂糖水になった。すごい。気になった。甘っ。これちょっと色はす甘っ。やばっ。うん、え、これね、味覚ぶっ壊れてるね。この色はす150円だったら買うもん。へぇ、50円値上がりしてもします。今すごい。逃げ。でもすごい香りが甘い。あ、ほんとだ。あ、うわ、香りが甘い。待ってくる、この甘っ。やばい。あー、まだ苦いが。苦い。え、今のでマジで甘いんだよ。え、入った。え、いや、これ全部入ってんじゃん、これ。甘い。匂いが甘い。甘いですね。うん、今度は全部入った感じあるわ。そう、ほんの少しで甘くなるから。面白い。オフで。え、カロリーないんだ。上物ですね。上物。唇めっちゃ甘くね。唇めっちゃ甘いよ。今ので唇めっちゃ甘いんだけど。甘い。うん、ずっと舐めちゃうんじゃない。なんかちょっと今後も動画で使えればな。いけそうですね。まだ苦いです。苦い強いですね、やっぱ。苦いはなんか罪悪感なくね、苦い食らわせても。確かに動画上すごくいいものだと。辛いはかわいそうだもんね。苦いはね、なんかね、耐えれるけど辛い。まあ、というわけで、コラボの動画がね、こっちとあっちで上がりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは。